グレーン、ジャイアントロボマイナスは、横山みツテル原作の漫画、ジャイアントロボを原作とする日本のアニメ作品。映像コンテンツ配信サイト SGTV にて2007年1月19日から、同年7月6日まで配信。スカイパーフェクト TV の、パーフェクトチョイスでも2007年2月9日から同年7月13日まで、放映された。 2007年10月4日より東京 MX にて放映された。また、両長史郎による漫画版がコミックガムに連載され、2007年9月10日に単行本化されている。世紀末という大きな時代の節目にジャイアントロボを代表とする巨大ロボットが活躍する原点回帰的なアニメを見たいという横山の一言からすべては始まった。 原作版に限りなく忠実な映像化をコンセプトに作られたパイロットアニメが完成したが、その後さらなる検討が続き、現代的な要素と壮大な世界観の必要性を課題とし、今回の作品が生まれた。コンセプトデザインは岡田優勝。世界各地に謎の組織黒に操られる謎の巨大ロボットが出現し、古代遺跡を破壊するテロが行われるが、 その目的は不明のままだった。沖縄の島でアルバイトをしている青年、草間大作は、不思議な少女に導かれ、古代遺跡の巨大ロボットの専人操縦者となり、謎の組織と対決することになる。グロの目的はそして、巨大ロボット同士の戦いの結末は ?5 万年以上も昔の超古代戦争で、宇宙から来た侵略軍を時空の彼方に追放するために、 古代人によって作られた兵器。再生を果たした地球に生きる人類に、再び古き神々が侵略してきた場合の対抗手段として8体のグレーンを残した。後の人類が8体のグレーンを発見し、それら同士が戦いすべて破壊された場合には、人類に審判を与えるために、グレーンマイナス0が起動する。対策は、グレーンマイナス1の眠っていた遺跡で契約したが、 黒川はその手順を踏んでいない。契約を行うと契約者の遺伝子構造が書き換えられ、不死となり、グレーンを操縦するための腕輪が与えられる。グレーン頭部の内部には、前期に共通して、アバターと呼ばれる人間の脳髄にあたる機関が存在し、ここが損壊すると起動することができない。アバターは、ある程度の自意識と感情と記憶を持つので、操縦者が細かく、 動きを指定しなくても行動ができる。操縦中の操縦者の肉体はグレーンと感覚を共有し、グレーンが破壊されれば操縦者も死亡する。また操縦者にグレーンの記憶を送信することもある。グロのグレーンはグレーンマイナス -1 と異なり契約せずに無理やり動かしているため腕輪を使えず、オペレーターは特殊カプセル、鋼鉄の処女の中に入って頭蓋にインプラントされた。 ターミナルを用いて、グレーンとバイタルウェーブを共鳴させて操縦している。宇宙からの侵略軍。5万年前の超古代戦争で、グレーンと戦った敵については、蛇のような姿を死触手のようなもので攻撃していたこと以外、詳細や名称は明かされない。B によると超古代の地球を支配していた存在で、古き神と呼称されている。現代の兵器を圧倒する強大な力を有す。 グレーンにより、どうにか時空の彼方へ追放することができたが、その古き神との戦いで超古代文明は滅亡してしまった。全宇宙に害を与える存在と言われ、人類が犯す愚かな行為を力の糧とするらしい。それを防ぐために、愚行の限りを尽くす人類だった際に、最後の手段として、グレーンマイナス霊が存在する。ありがとうございます。